ではお天気お伝えします。今日の札幌は昼過ぎ頃から雨がパラパラと降り出しましたね、はいはい、暑さを冷ます雨となりまして、昨日は33度を超えたんですが、今日最高気温でも25度台と暑さを冷ます雨となりました。今日の気温全道で振り返っていきます。オホーツク海側そして宗谷地方は昨日に比べても高くなりました。網走や宗谷は稚内は今年一番の暑さになったほか、湧別町 34.8 度まで上がりまして、猛暑日手前となったんです。暑くなりましたね、はい、そしてこの週末また暑さぶり返しとなりそうです。今日はまずその週末のお天気と全道のイベント情報をお伝えしたいと思います。また札幌も地域の夏祭り調べていきましたのでね、子どもたちもぜひ出かけてほしいと思います。はい、実は今日は企業が夜間に開放されるカルチャーナイト札幌で行われていまして、 UHB のスタジオにもたくさんのお子さんたちが見学に来てくれています。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、元気に挨拶ありがとうございます。今日はテレビ局の裏側をぜひご家族で楽しんでいってくださいね。札幌は各地でイベント盛りとなってますね、うん、はい、そうなんです。土日と、ね、結構集中して多くなっていくんですね。ただ心配なのが今降っている雨かもしれません。今の雨雲見ていただきますと、この時間は道北が中心となってきています。札幌は大きな雨雲からは外れたんですが、まだ小さい雨雲あちらこちらにありますので、南西部太平洋側まだ雨が降りそうです。この後も見ていきたいと思うんですが、今夜も宗谷地方など道北まだ強い雨が降ったり雷が鳴ったりしそうです。そして夜遅くなりますと日高地方で雨は残りますが、明日は一旦回復というところもありそうです。週末の土日のポイント見ていきたいと思うんですが、土曜日広い範囲で晴れそうです。そして日高から東の地域太平洋側雨が残りそう。午後になりますと一旦やみそうなんですが、内陸部今年一番の暑さ、湿度が高く蒸し暑くなります。明日はまた暑さが戻ってくるんですね、はい、そして日曜日も暑くて、日曜日の午後からはまた再び雨。札幌は夕方から雨となりそうですので、この週末傘が必要なところもありそうです。そして気温を見ていただきたいんですが、札幌は32度、今日よりも7度も高くなりそうです。昨日の暑さって覚えてますか？いや、昨日はもう空気がもわっとしていて、はいはい、もう暑っと声が出てしまうくらいの厳しい暑さでしたね、はいはい、そんな暑っと声が出てしまうような週末となりそうなんです。熱中症にも気をつけたいですね、はいはい、その他ね、食中毒などにも気をつけて、本当にね、体調優先して無理をしないようにお過ごしください。この週末のイベントご紹介したいと思います。暑さに気をつけてお出かけくださいね。道内お花の祭り、例えばひまわりとかラベンダーとか見ごろになっていますよね。あとその他ホタル祭り、沼田町でも同日開催。そして江別や岩見沢、北見ですね、夜は花火が打ち上がります。賑やかな週末になりそうでいいですね、はい、そして夜もね、割と暑いですので浴衣で出かけても良さそうですね。そして札幌のイベント情報も見ていきたいと思うんですが、町内会主催のお祭り、結構いろんな区で行われているんですよね。こんなにたくさんあるんですね、はい、特に白石区、日曜日結構集中しまして、3つの公園でお祭りが行われていたりします。で、中央区は今週末というよりもむしろ8月に集中となりそうなんですよね。清田区などでは土曜日の夜花火大会などもあります。まあ、近所の方と、ね、声を掛け合って出かけてみるのも良さそうですね。全道の週間予報見ていきます。土曜日はお天気問題なさそうなんです。ただ日曜日の午後になりますと雨のところが多くなってきますので、イベントとか花火大会とか最新の情報をチェックしてお出かけください。来週になりますとまるで梅雨のようなお天気となりそうです。太平洋側と道東見ていきます。日曜日傘マークが道南についていますが、午後からの雨となりそうです。
月曜日一旦回復してもつかの間、来週火曜日以降雨続きとなりますので、晴れた日にこう集中して洗濯物など片付けると良さそうです。以上天気でした。